続きまして、本日の午後3時56分、ゼネラルリソースのアルデア・カルロス・ナシメント常務が急性心不全のため亡くなりました。75歳でした。ナシメント常務はここ数年にわたって数回の心臓移植を受けていたそうです。つい最近も同社が開発した人工心臓を自らの希望で移植していたとのこと。死因もどうやら人工心臓のネットワークに接続されていた自動制御プログラムが何らかの原因で暴走したことによるものとみられ、関係者の間でも大きな波紋を呼んでいます。事故のほかにテロの可能性も含め、同社では大規模な調査が現在も行われています。繰り返しお伝えします。たった今入った情報によりますと、これでユーピオを使わずして対戦が始まる。邪魔者は消えた。この漁夫の利高くつくぞ。ん？いつからいた？分かっている。ユーピオのアイドルはお前にくれてやる。早く革命とやらでこのユージアを焼き尽くせ。そしてゼネラルとニューコムの焼け野原に立つのは私だ。ゼネラルリソースの内紛が両者の全面戦争へ発展する可能性が出てきた。大事に至る前に兵器工場を攻撃し、ゼネラルリソースの行動を牽制する。なお本作戦では実戦投入テストを兼ねて新たに配備されたニューコム製コフィンオルシラスに登場してもらう。またレーダー網の拡覧用に ECM 空中空母スフィルナを同行させ、ジャミングとの同時攻撃を展開する。以上、諸君の健闘を祈る。やっぱりニューコムの機体は違う。でもニューコムのカラーリングのままで飛んでいいの？エンゲージ。ジャミング開始します。ジャミング。
作戦終了。直ちに UPO 本部へ帰還せよ。着陸します。ランディング。ゼネラルリソースの兵器工場の制圧に成功した。Communication interrupted. Receiving emergency broadcast.あの作戦は罠だったんだ。パークのやつ、俺たちに世界大戦を起こさせやがった。確かなの？ニューコムとゼネラルを戦わせるだけ戦わせてどうする気？もちろんユージア全土、いや世界をパークが統治するつもりだろう。